と思います。はい。でですね、罹患された人、まず自己紹介も何もしなかった。私は岡本です。はい。で、ですね、まあ、半年間やっていこうと思うんですけども、ですね、この講義では、罹患最適化の中でも特に整数計画法っていうのを題材にしたいと思います。この罹患最適化基礎論っていうのは実はですね、私、まあ、10年ぐらいやってるんですけども、毎年、毎回、違う内容をやってます。で、まあ、罹患最適化ってすごく、まあ、幅の広いというか、いろんな側面のある題材なんですけども、その中の、まあ、一つのことを割と深掘りしていこうっていう形で、毎年やってます。で、今年は、今年度は整数計画法っていうものをやろうと思います。で、整数計画法はですね、これ本当に真面目に授業するしようとすると、多分基礎的なことでもですね、2年ぐらいかかるんですけども、それをなんとかですね、この半年間に圧縮して、圧縮というか、要点だけをかいつまんでやっていこうというふうに思っているという形のものになります。でですね、整数計画法なんで、じゃあ今年扱うことにしたかっていうと、まあ、2つぐらい理由があって、で、これでちょっとペンが、ね、あ、これ書けますね。ですね、まずまあ1つ目としては、罹患最適化において、この整数計画法ってすごく重要な手法だからです。で、その、なんか罹患最適化問題を解くっていうときに、この整数計画法を用いて解くとか、整数計画法を用いて考えるってことはよくあります。ので、まあ、それを、この講義で扱いたいっていうことですね。で、それはその、実務上多くの問題も整数計画法を使って解かれています。で、これは非常に重要です。皆さん何かこの最適化問題、罹患最適化問題を解こうと思うときに、初めに試すものとしてよく使われるものが整数計画法です。で、それでうまくいかなかったら工夫するとか、それでうまくいかなかった時に何か別のことを考えるとかっていうのが大抵のそのワークスローです。流れです。で、そういう意味でも、まずその、じゃあ整数計画法を使って何かやろうっていう時に、そもそも整数計画法のことを知らないと、そういう発想にも至らないので、まずそういうことをちょっとここでは、あるんだよと。で、その中で、まあ、いろんなテクニックとか考え方があるんですけども、まあそういうものをやっていきたいということになります。でですね、その今、現在多くの問題が整数計画法を用いて解かれてるんだけども、おそらくこの状況は今後10年、15年ぐらいは変わらないと思います。それはですね、まあ最近そのいろんな計算技術とかの発達もあったりとか、アルゴリズム的な発達もあったりとか、まあいろんな社会状況とかもあったりして、いろんなその、新しいアルゴリズムとか方法とかっていうのは出てきてはいるんだけども、そうであったとしても、この整数計画法で培われた考え方や技法とか、あるいは、なんでしょうね。まあ、ここは技法タイトルですね。技法っていうのは、その、まあ、この整数計画法自体が使われなくなったとしても、そこに、の、その、下の方に流れる考え方っていうのは未来においても役立つと私は思っています。ので、まあ、そういう点から見ても、まあ、この話を、お伝えするのは重要かなと思って、この半年間これやろうということに思っています。ですね、オンラインの方、質問があったら、チャットで、書いていただければ、多分、私反応できると思います。チャットは直接見えないんだけども、見る方法はあるので、なんとかなると思います。はい。で、教室にいる方は直接、質問してもらっても大丈夫です。はい。それで、ああ、しまった。これがね、よく起こるんですよね。ボケるんですよね。これ、なんか、困るんです。で、これだ、ボケたままやってるもん。ダメですよね。ボケたままやったらダメですよね。ボケたままやったらダメだと思うんで、ちょっと、これはですね、一旦消してまた出すってことですね。一旦消して、すいません。これ一旦消してまた出すってことをしないと、これがですね、うまくいかないんです。すいません。ちょっと、そうですね、こういうふうにたまにボケることがあって、あ、しまった、しまった。で、しまった。これじゃなかった。で、ボケるとですね、直せない。再び開き直さないと、ボケが直らない。で、あ、よかった、よかった。で、その整数計画法を使って、まあ、解かれている問題の例、まあ、いくつか挙げます。で、これ、ここに挙げているのは、いわゆる巡回整数版問題と呼ばれている、非常に典型的な離散最適化問題なんですけども、これは、まあ、例えばですね、このアメリカの49都市、この49都市っていうのは、まあ、ここに、書かれている、アメリカ本土の48州ですね。ハワイ州とアラスカ州を除いた48州と、の州都とワシントン DC かなの49都市を、画像の赤い点で書かれてるんですけども、見えないかもしれませんね。赤い点で書かれてるんですけども、それらを、一度ずつ通って元の場所に戻ってくる
ときに、その、通っていく、その経路の長さが最短になるようにするにはどうしたらいいですかっていうのが問題です。まあ、それは別にこの49都市に限った問題じゃなくて、まあ、何でもいいので、なんか、たくさん都市が与えられて、それらをちょうど一度ずつ通って戻ってくる時の、その、距離を一番小さくするようにしたいという、まあ、そういう問題です。で、これはですね、すごく典型的な、離散最適化問題、離散最適化問題なんですけども、これはですね、まあ、今、その一番良い、実務的に使われているアルゴリズムっていうのは、整数計画法を使っています。はい。で、この、解けるって言ってるんですけども、この解けるっていうことの意味が、実は割と重要で、皆さんなんか最適化問題を解くとかですね、問題を解くとかですね、微分方程式を解くとかですね、なんかそのいろんなところでこうなんか解くっていう言葉を使うと思うんですけども、解くっていう言葉の意味っていうのが、分野によって定まっています。で、最適化問題に対しても最適化問題を解くっていう言葉の使い方をするんですが、それも割と特殊な意味を持っています。で、それはですね、またこの講義の中でちゃんと述べていこうと思うんですけども、その意味において、この順対整数版問題が今一番うまく解かれているのは整数計画法を使った手法によるということになっています。はい。で、他の例ですね、これナップサック問題と呼ばれている、ナップサック問題と呼ばれている、まあ、典型的な問題の例なんですけども、何かっていうと、まあ、なんか商品がある、いくつか。で、まあ、なんかこの商品を、まあ、今、例えばですね、スーパーとかですね、に行って、まあ、この中商品買いました。で、これをですね、持ち帰りたい。だけども、私のマイバッグには、私のマイバッグってもなんかもう、私のってですね、私のマイバッグには、限りがあってですね、4キロまでしか、運べませんと。こんだけ買っちゃったのに。どういうことでしょう。もう困っちゃいましたね。こんな意思決定をしている時点でもう誰だと思うんですけども、まあそれ置いといて、こんだけ買いましてですね、4つの商品を買いまして、まあ収入っていうか、まあその、価値ですね。その各商品の価値は、まあなんか3万円、4万円、1万円、2万円と決まっていると思ってください。で、そのぐらい重さが2キログラム、3キログラム、1キログラム、3キログラム、こう決まっていると思ってください。で、このナップサック、そのマイバッグの重量制限4キロで、4キロを超えない単位でできるだけ価値が高くなるように、総収入が最大になるように持って帰りたい。っていうふうにまあ思いましょう。というような問題ですね。まあ、こういうような問題のことをナップサック問題というふうに言います。まあ、問題自体は、この講義の、後の方でちゃんと定義はしますけども、まあ、ここは例を挙げていると思ってください。はい。で、まあ、この場合は例えばですね。まあ、こういうふうに思ってくださいと。今、これ、下の方に、この4つ四角が書いてあるんですけども、これが一つ一つの商品だと思ってください。で、幅が重さ。幅が重さ。だから、今これ幅が2だと思ってください。で、これ幅が3。幅が1。幅が3ですね。で、それがこの重さに対応していると思ってください。で、面積が収入に対応していると思ってください。だから、これはその面積が、この3、4、1、2になっていると思ってください。で、この右にあるこの青いのはこれ何かっていうと、これは幅が4の箱だと思ってください。幅が4の箱。だから、何をしたいかっていうと、この左側に書いてあるこの四角をですね、右側にこう入れるんですけども、入れるときには上に積み重ねるってことは言わずに、なんか横に並べるって形で入れるんだと思ってください。で、横に並べて入れるんだけども、この4までしか入れられないって形です。で、その中で、で、それによって、この、重量制御を守るっていう部分を表現しようと思っています。で、総収入を最大化したいというのは何かっていうと、この右のこの箱の中に物を入れるんですけども、その入れられたものの面積をできる限り大きくしたい。面積の輪をできる限り大きくしたい。そういうイメージを持ってください。で、この図は今後よく使うかもしれません。で、例えばこの場合には、こんな感じですね。この2番目の商品と、3番目の商品をこんな感じで入れると、幅は3たす1で4に収まっているとです、ね。で、面積は4と1で足して5になるということになります。で、まあ、この場合、その入れ方はいろいろと考えることができるかもしれませんけども、まあ、このように入れるのが、この総収入を最大にすると思います。ちょっとこれはですね、本当にそうかってことを考える必要があるかもしれませんけども、まあ、こういうのはその典型的な、離散最適化問題で、これも、まあ、多くの場合、整数計画法を使って解くことが、多いです。多くの場合多いです。日本語変ですね。多くの場合そういうふうに解いています。はい。で、今ここはですね、そのナップサック問題って言って、スーパー行ってマイバッグとかって言ってますけども、これは非常に応用が多い問題で、まあ、それはちょっとここで述べることではあんまりないんですけども、まあ、非常に重要な問題だというふうな形で認識されています。はい。いいですか？でですね、3番目の問題。これ、ビンパッキング問題と呼ばれている問題で、
これはですね、先ほどのそのナップサック問題に似てるんですけども、違う問題です。で、これ、先ほどはその一つマイバッグがあって、マイバッグっていうことはよくないかな。一つナップサックがあって、それに物を入れるんだけども、重量制限ありますねって、そういう形でした。で、今度は、まあ、そのナップサックという言葉を、同じように使っていくとすると、ナップサックはたくさんあります。なぜか。あるいはそのナップサックを持っている人がたくさんいますという感じです。で、どちらかというと、もう買ったものは全部持ち帰るってことが初めから目的としてあります。で、それを、買ったものを全て持ち帰るために、いくつナップサックがいりますかっていう、そういう方向の問題です。ただ、この場合、そのアイテム、まあ、品物があって、大きさ1367、まあ、先ほど言うと、重量だと思ってください。っていうのがあると思う。で、この瓶の容量っていうのが今8って書いてます。ちなみにですね、瓶というのは日本語で言うと、瓶なんですけども、ちょっとこれ右上にこれ見えないように書いてありますけども、瓶というのは日本語で言うと瓶なんですけども、カタカナで瓶とか、あるいはその英語で瓶と書いたものは、これはそのいわゆる英語のボトルとは違うので、これは注意してください。だから瓶パッキングっていうのはそのボトルをパッキングするわけじゃなくて、瓶ってわかりますかね？だからなんかよくその リサイクル瓶とかっていう言い方あると思うんですけど、あ、これ書けないな。これで書きたいんですが、なんか緑色の、これ赤ですけど、なんか緑色の、なんかこんなような箱で。なんかその、なんだろうな、やつ。だそういうその箱のことを大体、瓶って言います。なんか瓶と言ったら、ボトルじゃなくて、こういうその、そういう箱、なんか、回収箱とか、そういうようなものを思い浮かべてください。で、それにパッキングすると。で、その時にこの瓶の数を最小にしたい。使う瓶の数を最小にしたい。だから今この1367っていうふうにものがあって、瓶の容量8だとしましょう。だから先ほどの重量のイメージで言うと、まあ、この幅が1367っていう、この大きさですね、に対応していて、今右側に瓶が、4つ用意してあります。で、その幅が今8になっていると思ってください。で、これら4つ全部持ち帰りたい。で、まあ、4つ持ち帰ろうと思っていって、まあ、その、どの大きさも瓶の容量よりも小さいので、まあ、その一つ一つを違う瓶に詰めれば、この4つの瓶を使って持ち帰ることができるっていうのは分かるわけです。はい。じゃあ、そうじゃなくって、もっとその、節約してですね、少ない数の瓶で全部持ち帰られますかってことをまあ考えたいわけですね。そうすると、例えば、こんな感じで、大きさが1と7のものを初めの瓶に。で、3のものを2個目の瓶に、6のものを3個目の瓶にっていうふうにすれば、まあ、4つ瓶使わずに3つの瓶で済みますね、ということになるわけです。まあ、この場合、その3つの瓶で済む。で、おそらく2つではできない。ので、まあ、この3という値が、まあ、いわゆるその最適な最小の瓶の数になるという形になるわけです。で、こういう問題が瓶パッキング問題です。で、これもよく出てくる問題。で、いろんなところで使われます。で、これもですね、だいたい整数形がここで解かれてます。四つ目の例ですね。整数形がここで解ける問題の例。最大のグリッシュ集合問題で、これグラフの問題があります。今、この右に、左に書いてあるの、これはいわゆる向こうグラフですね。10個頂点があるグラフなんですけども、この中で、互いに隣接しない頂点をできるだけ多く得られたい。で、まあ、こういうような、まあ、要求があるとします。なんでこういう要求があるかということをちょっと置いといて、そういうことがあるとします。で、まあ、で、例えばこの場合はですね、ここにあるように、こう4つ選ぶと、この4つの頂点は互いに隣接していない。辺で結ばれていない。となるわけです。で、そういう形で、まあ、4つの頂点を互いに隣接しないように選べることは、ここでわかるんですけども、で、その選ぶ頂点の数をできるだけ大きくしたい。例えば、この5個の頂点を選んで、互いに隣接しないようにできますかということを、これじーっと眺めて考えてもらうと、おそらくできないんですけども、まあ、できないと。まあ、そういう意味で、この4つ選ぶっていうのが、その最大の選び方になる。わけですね。はい。で、そういうことを考えるっていうのは、この最大独立集合問題です。で、ちなみに、この独立集合っていうのは、その互いに隣接しない頂点からなる集合のことです。だからここの場合、この4つの頂点からなる頂点部分集合のことを、まあ、グラフの独立集合というふうに呼ぶんですけども、この最大独立集合って言ってるのは、独立集合の中で要素数が一番大きいもののことを指しています。この場合はおそらく、この、要素数4の独立集合が最大独立集合だと思います。
で、そう思うとですね、まあ実はこの赤で囲んだものだけが最大独立集合なのではなくて、他にも独立集合、最大独立集合あるんだなってことが多分わかると思います。例えばですね、ここでなんか失敗しそうな気はするんですけども、これとこれとここな、こんな感じかな。こういうふうにその青、今青で囲んだところのように、まあ4つ選ぶと、まあこれも、同じく、独立集合であって、予想数4、まあ、最大独立集合でしょうという形になるので、こういうふうにですね、その何かを最大にするものとか最小にするものっていうのの作り方が一通りであるとは限らないっていうことはよくあります。よくあります。で、そうすると、解くって何なんだろうってことを真面目に考える必要があるということが分かってきます。皆さんです。例えばですね、まあ、その、大学1年生でですね、こう、線形代数があってですね、連立方程式を解きましょうとかっていうことをですね、まあ、散々やるわけです。で、そもそも連立方程式を解くっていうのは、その線形代数の流れの枠組みで言うと、それはですね、その線形方程式があって、その解を全て見つけるってことを持って解くって言ってるんですね。で、しかもその全て見つけるっていうのは何なんだと。で、実はその線形方程式の場合には、この解全体の集合っていうのが、まあ、線形空間を平行移動させたものになってるっていうふうになるので、まあ、それをどう記述するのかってことを考えるっていうのが大事なことで、まあ、それを散々線形代数ではやるわけですね。で、そんな感じで線形代数とかでは、その解っていうものがあったら、それを全て見つけることをもって解くっていうふうに言うんですけども、最適化においては普通はそういうことは言わないんです。で、どういうことをもって解くというのかってことは、まあ、今後の授業で、言ってきます。はい。だから、例えば、その、ま、最大独立集合問題の場合は、普通は、この赤いのを、ま、一つ見つければ、それで解いたっていうふうに言ってるというのが、普通の立場です。はい。で、こんな感じで、まあ、グラフの問題でも、この整数計画法で解ける問題があったりします。で、そんな感じでですね、いろんな問題が、もう、たくさんの問題が、この整数計画問題を使って、整数計画法を使って解けるっていう形になります。で、それはどういうふうにやってるかっていうと、この整数計画問題というふうに呼ばれる一つの問題群があります。問題があります。で、実際何をやってるかっていうと、先ほど説明したような問題っていうのは実は整数計画問題として解けるってことを言います。で、そうすると整数計画問題の解き方さえ分かれば、それを使って書かれた巡回セールスマン問題やナップサック問題、あるいはビンパッキング問題、最大独立集合問題、あるいは今説明しなかった、もろもろの問題っていうのが、すべて一網打尽で解けるという、このですね、素晴らしい世の中がですね、待ってるんですね。やりましたね。もう本当にもう、なんてことをいつまで言ってしまったかというと、これだけやってれば、大体、すべての問題が片付くというようなことを今言ってるってことですね。ということなので、まあ、その整数計画問題のことを考えるということは非常に大事だというふうになる。分解整数マン問題や、まあ、ビンパッキング問題を整数計画問題として記述するのか、書くのか、どのようにモデリングするのかっていうような言い方をすることもありますけども、それでいう、その技法が重要になってきます。で、これは一つの技法です。技法というか、それは一つの、まあ、研究分野というか、どのように記述するのかっていうことは非常に重要です。で、それはまあモデリングというんですけども、それがそのまずその、この講義で初めに扱いたい問題です。整数計画問題として、どのようにいろんな問題をモデリングするのか、書くのか、ってことをまず扱います。で、それを行うと、もうこの整数計画問題をどのように解くのかってことだけ分かれば、他の問題、ここら辺の、下の方の問題、これ全部解けるっていうふうな、まあ、気持ちになるので、それやりましょうっていう気持ちになる、気持ち、ことになるわけです。ただ次にやることは何かっていうと、この、考えている整数計画問題っていうのをどのように解くのかっていう、つまりそのアルゴリズムの話が出てくるわけです、次に。で、それもこの講義で扱いたいことですね。で、これ重要なのは何かっていうと、今言ったみたいに整数計画問題っていうものとして書けてしまったら、本当におしまいなのかってことになります。で、整数計画問題っていうこのものに乗ってしまったら、それに対して、その、どんな整数計画問題も解けますよっていうのが一般的なアルゴリズムの枠組みというか手法っていうのを開発すれば、それを使ってここら辺に書かれている問題は全部まあ解けることになるわけです。で、それはそれで嬉しいんですけども、実は世の中そう簡単にはいかなくって、ここら辺に書かれている問題って実はですね、難問なんです。難問なんです。難問なので、難問であればあるほど一般的な手法は通用しなくなってきます。で、そうすると、何が必要かっていうと、巡回セールスマン問題特有の技法とか、ビンパッキング問題特有の技法とか、観察とか、性質の利用とか、そういうことが必要になってきます。で、そういうものをちゃんと使っていかないと、ここら辺の難しい問題は、整数計画問題だけだとしても実は解けません。
で、実際、今、その巡回性質マン問題を解くために使われている整数計画法の技法っていうのは、その一般的な枠組みと、その整数計画問題、むしろ、一般的なその整数計画問題の枠組みと、巡回性質マン問題の、という個別問題の性質をうまく組み合わせて解いているという形になっています。で、その二つが大事です。一般論があって、それをうまく使うために個別問題の性質を使う。で、その視点が大事です。だから、皆さんよくあるパターンとしては、先ほど言ったみたいに、この辺の問題を、整数計画問題として記述できたら、それで終わりなのではなくって、そこで、一般的なアルゴリズムをうまく使うために、問題の性質をうまく使いましょうって、そこまで進めていくことが重要になってきます。ので、そういう側面も、この講義では話をしたいと思います。はい。そうですね。はい。で、じゃあなんで、そういうそのアルゴリズムを勉強しなくちゃいけないのか。実際はですね、この最適化ソルバーとかですね、最適化ソフトウェアっていうのが世の中にたくさんあって、フリーで使えるものもあったりします。で、そういうものあるんだから、それ使えば、別にこのアルゴリズムを勉強する必要ないんじゃないかっていうふうに、思うかもしれないんですけども、実は先ほど言ったみたいに、まずその一般的な枠組みを、がそのソルバーには実装されていると思ってください。ということは、ここ一つポイントになる可能性があるんですけども、先ほどその整数計画問題として書ければおしまいというふうに言ったような気がするんだけど、実は整数計画問題として書く方法とか、その結果として出てくる整数計画問題の具体的なものっていうのは、どのように書くのかによってかなり変わってきます。つまりその行く通りもその書き方があるんですね。で、実は書き方によってソルバーの挙動が変わったりします。そういうことを考えると、ソルバーをうまく使うためにどういうモデリングをする、どういうふうに整数計画問題として書くと良いのかっていうことを考えると、アルゴリズムを知らないとそれがうまくできないんです。っていうところが実は割と絡んできたりします。つまりそのモデル化をして書いて、あとはソルバーにお任せとは実はあんまりいかなくって、ソルバーをうまく使うための良いモデル化の仕方とかいうことも実は考えなくちゃいけないっていう部分があります。ので、そのソルバーをうまく使うためには、アルゴリズムを知って、そのアルゴリズムを知った上で、モデリングを行う、定式化を行うっていうのは、実は重要なポイントになってきます。で、そういう側面も、この講義の中で紹介したいなと思います。で、一方で、そのソルバーには、この一般的な枠組みが、実装されているんだけども、今、皆さんが解きたい手元の問題があって、それを整数計画問題として書けたとしても、先ほど言ったみたいに、個別問題の性質っていうのを使うことが重要になるパターンがあります。場合があります。で、それは皆さんが持っている問題、であって、皆さんが自分でその性質を見極めて、アルゴリズムの中に組み入れていく必要があるわけです。で、そういう視点が必要なので、その自分でどういうその視点を持って問題の性質を明らかにしていくことが重要なのかってことを考えるためにも、アルゴリズムとしてどういうことを考えることになっているのかってことを知るというか勉強すると良いということになります。一番下に書いてありますけども、大規模な問題を解くためには、どちらも重要です。一般的な枠組みも重要ですし、個別問題の性質もどちらも重要になってきますので、その2つの側面を、強調していければなというふうに思います。はい。で、じゃあそもそも、なぜ解きたいのか。先ほどこのアメリカ49都市のこの巡回セールスマン問題を出しましたけども、別にそのセールスマンがですね、この49都市を本当に回るとは思えないわけですね。じゃあなんでこんな問題解くんだということになりますけども、これは、ある意味で、その49都市っていうのは、なんだろうな。人に説明しやすいからこういうふうに言ってるだけであって、それで巡回セールスマン問題って名前ついてるんだけども、産業の場ではもっといろんなところで使われています。例えばですね、これ右にあるのは、これはそのベンチマークインスタンスなんですけども、VLSI の応用から来てる。VLSI っていうのはベリーですね。で、これ何かというと、このですね、赤い点は、このいわゆるこの、これ小さくて見えないかもしれませんけど、赤い、インターネット接続が不安定。大丈夫かな？ちょっと待ってくださいね。大丈夫かな？なんか気になります。一応、つながってます。つながってますので、そのまま進んでいくと、この赤い点が、左でいうこの都市なんですけども、これはですね、実はその VLSI の基盤の上に置かれる都市の場所を表しています。はい。で、それらをこういうふうに一周するようなものを見つけているんですけども、なんで取ろうとするかっていうとですね、昔ですね、昔。今はどうかわかんないんですけども、私が聞いた話によると、
こういうものをですね、その製造するときに何をしてるかっていうと、こういうその素子をですね、順番に埋め込むような、なんですかね、注射器と言って、注射器って言っちゃいけないから。なんかその、機械があって、そこにはですね、この素子がですね、こう順番に並んでるんです。順番に詰め込まれています。で、この経路に沿って、その素子を順番にその基板の上に置いていくことを、その機械が行います。ってことをするわけです。で、そうすると、で、その基板の上に順番にこの、経路に沿って置いていくと、最終的にこの基板の上に素子が置かれる状況ができて、この VLSI が完成するという形になるわけです。完成に近づくという形になるわけです。で、そうすると、この、一つの VLSI の製造にかかる時間っていうのが、この経路の長さに大きく依存します。ので、できるだけ短い経路を見つけると、もっとたくさんの、この VLSI というか、この回路というか、この基板が製造できるよう、基板じゃないかね。まあ、基板かもしれない。が、これ製造できるようになる。っていうことになるので、製造効率とか生産効率にそういう問題が直結するわけです。例えば、2秒かかっていたものが1秒になるとなると、生産量、まあ、単純計算で倍になるわけです。で、これ非常に大きなインパクトです。作ったものが全部売れるとすると、それでも売上2倍になるわけですから、非常に大きなインパクトです。だから、そういう問題があって、で、それは実は、巡回で生産問題なんだっていうふうに気づくと、それでまず一つステップがあって、で、それが、実は整数力学問題で解ける。というふうになると、またこれ嬉しさが増していくわけですね。まあ、だからこそ、巡回整数問題っていうのは考えたくなるし、整数力学問題っていうのも考えたくなるというような話になっていると思ってください。だからその巡回セールスマン問題っていうのは本当にそうか、セールスマンが巡回するっていうことを考えてるわけじゃなくって、例えばこういうような応用があって、そこから出てくるものの比喩として巡回セールスマンっていう言葉を使っているだけなんだっていうふうな立場で考えてください。で、実際ですね、現在解かれている、その TSP-LIB っていう、ですね、TSP その巡回セールスマン問題のベンチマークインスタンスを集めているライブラリっていうのがあるんですけども、その中の一番大きなインスタンス、都市数が一番大きいものっていうのは、この VLSI から来ているものです。で、ここはですね、85,900個都市があるようなインスタンスになっています。はい。でですね、例えばこれまあ見てもらってもわかる通り、そのなんか地理的に街が配置されているんじゃなくて、確かになんかその基盤上のその VLSI 基盤上のなんか素子の位置のようななんか趣があるなってことはまあわかると思うわけですね。で、これ実際これ解かれてるんですけども、このインスタンスは。で、重要なのは何かっていうと、こういうふうに解けたときに、それらのその解いたときに得られたものの最適性というのが整数計画法によって保証されているということです。で、これが整数計画法においては非常に重要です。整数計画法に基づく手法では最適性を保証できます。つまり、まあ、今ここに書いてあるような、なんかその、巡り方、巡回の方法っていうのがあるんだけども、それよりもいいものがありませんよってことまで、数学的に言えます。これ非常に強いです。例えば、その誰かがこれ見つけて、よかったよかったって言うんだけども、それだけでは、もしかしたら違う人が頑張れば、これよりもいいものが見つかる可能性があるわけです。最適性の保証がなければ。だけども、ここで見つかったものが数学的に最適であるという保証があるので、そういうことをする必要はもうありませんよってことがわかるわけです。その意味においても、この問題はもうおしまい、完璧に解かれましたっていうことになるわけです。で、それができます。整数計画法は。で、これが非常に強いわけです。で、そういうふうにその強い性質もあるので、実際に使われているっていう側面もあります。で、それもちょっとこのどのように最適性を保証するのかっていうことについても、この講義では使っていきたいと思います。大丈夫かな。はい。でですね、世の中には、まあ、離散最適化問題ってたくさんあるんですけども、実はですね、解きやすい問題に分類されるものと、解きにくい問題って形に分類されるものに大体分かれます。で、ここでですね、その解きやすいって言ってるのは何かっていうと、いわゆるその多項式時間で解けるという形で、言われるような問題群です。で、一方でですね、解きにくい問題っていうのは、まあ、その計算、理論的にはですね、NP 困難な問題であるというふうに呼ばれるものとして、まあ、言われています。で、大体、まあ、多くの離散された問題は、多項式時間で解けるか、あるいは NP 困難であるって形で、まあ、分類されることが分かっています。まあ、なんでしょう、分類されるかとか、どう分類されるかとかっていうのは、この講義で扱うことではないんですけども、この講義自体が扱う問題は、どちらかというと、この右側の解きにくい問題の方です。つまりその NP 困難だと呼ばれている難しい問題をどう解くのかっていうのがその講義で扱っていきたいことになります。
まあ、だからこそ、その個別問題の性質を使うとか、ということも考えなくてはいけないんですけども、重要なポイント何かっていうと、その NP 困難な問題っていうのは非常に難しい問題、解きにくい問題だっていうふうに一般的に言われてるんだけども、実は、現実問題、現実に現れる問題として多くの問題が NP 困難であるにもかかわらず、この整数計画法の手法を使って実際に解かれています。だから NP 困難だから解けない。だから、まあ適当なことって言うと怒られるかもしれませんけども、自分でアルゴリズム考えましょうとかっていう形に行くんじゃなくって、実は NP 困難だから難しいっていう立場よりも、NP 困難だからこそ頑張って解きましょうとかですね、頑張って整数計画法を使って解きましょうとかっていうようなアプローチをして、うまくいく場合っていうのは何、いくつもあるっていう、まあそういうショーケースもこうお見せしたいってことになります。だから NP 困難だからといって解けないわけでもないし、解くのを諦めていいわけではないです。で、実際に解けるんだっていうことの例をいくつかお見せできればなっていうふうに思います。はい。で、アルゴリズム開発がなんで重要なのかっていうことがちょっとありまして、これ、ロバート・ビックスビーっていう、この、ですね、整数計画法のそのソルバーを開発するとか、アルゴリズムを開発するという上での、もう、ナンバーワンキーパーソンがいらっしゃいまして、これ YouTube の動画で上がってるので、これは、講義ウェブページが YouTube の動画にも、リンクを貼ってありますけども、そんな、言ってるとによると、X1.2 っていう、まあ、ソルバーがあるんですけども、それとですね、2021年に、登場したこのグロビオプティマイザー 9.1 っていうソルバーを見ると、その、ソフトウェア、整数計画ソルバーの性能だけを見ると、こんだけ、倍の高速化を達成すると、これ読めないんですけども、373万625倍の高速化を達成している。これは、マシンの性能向上は含みません。アルゴリズムとソフトウェアだけで、こんだけ高速化してるっていう。だからこれは、普通に計算すると、1年ぐらいかかっていたものが、この20年、30年か30年ぐらいで 0.1 秒で解けるようになった。これも、とんでもない話ですよ。とんでもないと思うんですけども、とんでもない話です。まあ、だからこれはその単純にその1年を、0.1 秒をこの373万倍ぐらいすると1年になるという人は、そういうことをしかこれ言ってないんですけども、本当に1年が 0.1 秒になるということは言ってないつもりではいるんですけども、まあこれぐらいのことだっていうことの比喩だと思ってください。で、もう一度言うと、これはマシンの性能向上は含みません。だからもちろん、そのハードウェアも進歩してます。ハードウェアも進歩してるんだけども、ソフトウェアの進歩だけ見ても、もう373万倍とかこんな形になってる。もうとんでもない話。とんでもない話というか、で、これはやっぱりそのアルゴリズム開発を、その研究者が、いや、その、開発者が頑張ってやってきたし、それをちゃんとソフトウェアとして製品化するってことを人々がやってきたからできたことであって、で、今これは、まあ2021年の段階でこれですけども、多分今後また、この技術が進んでいくと、1991年の時に比べて、もっとその高速化を達成するって形になるんだと思います。ので、このアルゴリズム開発っていうのが本当に重要なんだってことが、まあ、こういう例からもわかるということになります。はい。よろしいでしょうか。で、それでですね、で、先ほど言ったみたいに、まあ、解きにくい問題をこの講義では扱っていくんだけども、実はこの解きにくい問題の中の問題の解きにくさっていうのは実は違ってたりします。解きにくい問題の中にも、なんか序列があって、解きにくい中でも解きやすいものとか、解きにくいものの中でも本当に解きにくいとか、そういうものが実はありまして、ここにその右に書かれているものが、その等しく解きにくいわけではないです。で、まあ、その左側の方も解きやすい問題としてこれ書いてるんだけども、この左側の方も等しく解きやすいわけではないです。で、そういうことはですね、いろんな側面があって、ややこしいんですけども、まあ、そこら辺の側面っていうのも、この講義の中で出てくる可能性がありますので、ちょっと、初めに言っておきます。で、そうすると、この解くっていうのは、そもそも何なのかってことを、ちゃんと、定義しておかないと、この、解くって何なんだってことになるので、これは、また、後の方の講義でちゃんと、定義をしたいと思います。はい。でですね、この講義、ここまでがイントロで、大体。ですね。じゃあ、どういうふうな形で進めるかっていうと、初めは、ま、準備です。今日、10月4日ですね、準備です。で、実はこの整数計画法っていうのを半年からやるんですけども、整数計画法の中で線形計画法っていうのを重く使ってきます。
非常に重要な役割を持たせて使っていきます。ので、まずこの線形計画法の復習を何回か行います。で、まあ皆さんもしその、例えばですね、数理計画法とか最適計画法のような授業を、まあこれまでに受けていたことがあるとすると、まあここら辺の話、初めの方の話は割とまあ復習的な話にはなるかもしれませんが、まあそういう内容は、重要なので、ここでまあ整理しておきたいと思います。で、その後に、その先ほど言っていた、そのどのように整数計画問題としていろんな問題を記述するかっていうそのモデリングの話をします。これまあ3回ぐらいやろうかなと思います。で、その後に、アルゴリズムの話を、まあ、後半ですね、しようかなっていうふうに思っています。で、そこで、その、まあ、一般的な方法論とか、その問題の性質をどのように使うのかっていう話の、まあ、両方ともしていこうかなっていうふうに思っています。で、一応、まあ、1月24日、最後の2回の1回はまとめで、1月31日は、これ予備日にしてるんですけども、この予備日はもしかしたら、ここで期末試験を行うかもしれません。ちょっとそれは今どうしようかってことは、考え中ではあるんですけども、まあ、例えばですね、何かの事情で、この講義の中の1回をなんか休まなくてはいけなくなった時には、まあ、この予備日を、その授業のために使うかもしれませんし、まあ、そうじゃなかったら、もしかしたらこの予備日に期末試験を行うかもしれないという形になります。まあ、期末試験を行うんだとするんだったら、まあ、1月の初めの方でちゃんとアナウンスをするように。しますので、そのつもりでいてください。はい。で、それで、今日の内容に入ってここまでがイントロになりまして、あ、そうですね。で、まあ、ここまで聞いてきて、もうこの講義、この授業も、私の興味とは全然違うから、受けるのやめようかなって方は、まあ、ここで、退出する、いい、チャンスだと思うので、まあ、そういうふうに、思ってください。で、あと、それを置いといて、ちょっと私はですね、マシンガンのように喋りまくったので、疲れました。で、疲れましたので、ちょっと休憩したいので、ちょっと休憩させてください。で、今からちょっと時計出すんで、ちょっと3分休憩させてください。ちょっと、時計出します。時計を。で、今からちょっと3分休憩する、時計出すんで、3分これかな ?3 分。じゃあ、3分休憩します。で、3分経ったら、また再開しますので、よろしくお願いします。
はい、それでは時間になりました。3分が終わったので、休憩は終わりになりまして、講義そのまま続けていきます。で、今日は、何かというと、先ほど言った通り、整数計画法とか整数計画問題を扱うときに、線形計画問題とか線形計画法も使うので、それの、どういうものなのかっていうことの、定義というか、復習というか、それをやります。で、点数が少ない場合は、割と、簡単にイメージできるので、それを解くってことをやろうかなと思います。でですね、先ほどから、この講義は線形計画、整数計画法とかですね、整数計画問題を扱うって言ってるんですけども、正確には、それらは、整数線形計画問題というふうに呼ばれるものになります。音聞こえてないか大丈夫かな？ですかね。はい。で、それを、省略して、今後ずっと整数計画法とか整数計画問題と呼んでいくという形になります。はい。ではですね、まずその線形計画問題の方から、定義というか、どんな感じかってことをお見せします。で、例をまず、こういうふうに書かれるものが線形計画問題です。はい。でですね、何かっていうと、まず重要なのはですね、これ、X1 と X2 っていうのが変数です。あ、書けなかった。これを選べない。選びたいんですけど。選びたいけど、選べない。あ、選べてこっち。X1 と X2 って、これが変数です。で、それを定めなさいっていう問題です。で、どう定めるのかっていうと、で、ここにあるように、これミニマイズ何とか、で、これは何かっていうと、この 2x1 マイナス 3x2 っていう式の値をミニマイズ、最小化しなさいって、そういう意味だと思います。で、その時に、この後にこれサブジェクト2っていうのがあって、ここに式がたくさん並んでいるんですけども、この後の方にこう並んでいるのに、これが制約というふうに呼ばれるものです。で、一応用語はあって、あ、今書いてあった。変数は x と x に。で、この何が最小化しなさいって書いてる、その最小化した関数のことを目的関数と最適化で呼んでます。はい。で、下の方のそのサブジェクトの後に書いてあるのが制約。で、この制約を満たすような x1、x2 の中で、この目的関数 2x1-3x2 を最小化するにはどうしたらいいですかとか、その最小化するのはいつですかとかってことを考えるっていうのが線形計画問題です。で、線形って言ったら何なのかっていうと、後で説明します。はい。単純に言うと、この、目的関数や、この制約に現れる式が全部変数の一次式である、ということが、この線形であるということの意味です。はい。で、これはですね、変数が2つしかないので、図に書けます。こんな感じです。で、これどういう図かっていうと、この、ここ原点で、横軸が x1、縦軸が x2 っていう変数を表している。で、ここの、今、この、この斜め線、縦線、X1 軸、X2 軸でこれあるんですけども、これがですね、この直線それぞれがここに書かれている制約の中のこの不等式の、が定める領域の境界を表している感じなんです。例えばですね、これまた出るかな。この直線ですね。これはですね、X1 イコール1っていう、直線です。で、これはこの X1 が1以下であるっていう、制約のを、定める直線になっているわけです。で、この不等式は、この制約を満たす x1、x2 っていう点は、この直線の左側に位置しますよってことを表しているというふうに思うわけです。で、同じように、例えばですね、赤、いつ書いたかな。これですね、この斜めの線っていうのは、これは、x1 プラス 2x2 が得られる直線です。で、これはこの一番上の式ですね。一番上の式の、不等号を等号にした直線になっていると。で、この不等式は、この直線の下側の位置が、この、不等式によって表される x1、x2 領域ですよ、ということを表しているという形になっています。わかりますか？いいですか？で、同じように、この x1 が0以上とか x2 が0以上っていうのは、ちょうど、この第一象限ですね。第一象限の方だけを考えますよってことを表している制約になる。で、そうすると、この4つの式で表される領域がこのピンクの領域になっているということがわかると思います。ここまでいいですか？はい。で、この領域の中に入っている点 x1、x2 の中で、ここに入っている x1、x2 の中で、この目的関数を一番小さくしたいというふうに思うわけです。で、それどういうふうに考えるかっていうと、こんな感じです。今、ここに書いてあるのが、この 2x1
マイナス 3x2 っていう式の値が、例えばマイナス6、マイナス5、マイナス4とか0とかであるとすると、その、一つ一つのこの式は曲線を表すわけです。例えば 2x1 マイナス 3x2 マイナス、マイナス 3x2 イコールマイナス6っていうのは、この直線に対応するという形になっていて、まあ、この右辺の値が変わると、まあ、この直線が平行移動していくと。いう形になるわけです。いいですかね。で、例えば、今ですね。この 2x1-3x2 が0ってある直線ってところを見ます。で、そうすると、これはですね、先ほどのこのピンクの領域とこれ、この赤い部分で交わっています。これは何を意味しているかっていうと、2x1-3x2 を0とするような点が、このピンクの領域にはありますってことを言っています。で、そのような点は、この赤い線分の上に乗っているということを表しているわけです。いいですか？で、そう思うと、例えばこのイコール0じゃなくて、これが、マイナス3だったとすると、それは、非平行移動させて、このような直線になるんですけども、これと、このピンク色の領域においても、その共通部分を見ると、この1点になってます。さあ、何を言ってるかっていうと、2x1-3x2 をマイナス3とするような点の中で、この制約をすべて満たしているものが存在するということがわかるわけです。で、それは、ま、ここにあると。いう形になります。で、もしですね、このマイナス3っていう部分をこれよりも小さくすると、この直線は上に行ってしまって、この青い直線とこのピンクの部分の共通部分を持たない、共通部分が空集合になるという形になります。で、そうすると何が分かるかっていうと、2x1-3x2 を、色が出ない。マイナス5、その式をマイナス5とするような点が、この制約ピンク色の、なんだっけ、ピンク色の領域の範囲はない。いうことがわかるわけです。つまり、この目的関数の値をマイナス6にはできないということがわかります。つまり、翻ってみると、この 2x1-3 なんで色が出ないんだろうか。もう一回。出ないな。ちょっとじゃあ、このマウスカーソルでやってみますけども、2x1-3x2 の値をマイナス3とするときが、この目的関数値を一番小さくするときであるということがわかります。という形で、この、線形曲問題を解くということができました。これ何かというと、この最小値というのがこのマイナス3であるという形で解けたということになります。で、解くということの意味は、次次回かな、第3回の時にちゃんと定義しますが、この場合、言葉としてちゃんと、ここでまず押さえておきたいのは、この達成された最小値のことを最適値と言います。最適値と言います。達成された最小値のことを最適値と言います。で、それを達成する点のことを最適解と言います。で、この最適値と最適解という用語は厳密に区別されます。で、これを区別できるかできないかで、ほぼ皆さんは、最適化を勉強したことが勉強したことがあるかないかってことが、わかるぐらい重要な言葉遣いの違いです。だから、最適化を勉強してない人は、最適解のことを最適値と言ったり、最適値のことを最適解と言ったりすることがあるんですけども、それは、誤解のないようにしてください。達成される値が最適値です。で、その達成する点のことを最適解と言います。で、その違いは、注意してください。だから、この場合は、0、1という点が、この問題の最適解であるというふうになります。ここまでいいでしょうか。ちょっと色が出なくなってしまって、どうすればいい？レーザーポイントを変えるとダメですね。すいません、ちょっと出ないので、ちょっと出ないままいきますが、じゃあそれでですね、じゃあ、一応、まあ、定義しようと思うので、線形計画問題を、こんな形のことをまず考えます。まず整数線形計画問題の構成要素は何かっていうと、先ほど言ったように変数があります。先ほどの例で言うと x1x には変数ですね。で、その変数は実数値を取ります。実数値を取ります。はい。で、この構成要素としては、まず制約があります。ここで言うと、この、赤は出るのかな？ペンは出るのかな？ペンも出ない。これはやばいですね。ペンも出ないです。どうしよう。ペンも出ないと、これで、この、タブレットやってる意味がない。そうなんです。じゃあ、この部分、これが、制約です。制約です。で、制約は、変数に関する線形の等式、一次式です。一次式で、ここの部分が等式になっているか、この関係記号が等式であるか、
統合付きの等式、統合付きの不等式である必要があります。ですか。だからこのルート式は線形一次式であって、この関係の記号は等式であるか、統合であるか、または統合付きの不等号。だから書きたいんですけど、書けない。なんでこれ、実はこれ書けてるのかな。ちょっと待ってください。これはまた先ほどと同じように一旦切って、もう一回開くってことをちょっとやってみますね。すいません。ちょっと。うまく。うまく使えない。すいません。ちょっと、これでページを送ってきたいんですけど、またさっきみたいに。すいません。あ、大丈夫。なんか、もうハラハラしますね。それでですね、ちょっと書きたかったんで。これですね。だから今、許さないのは、この不等号、あ、書けない、やっぱり、あ、今、書けそうで書けないんですよ。書けそうで書けないな。これかな。ちょっとすいません。やっぱり書けないですね。すいません。ちょっと後で、見なくちゃいけませんけども。ですね。だから、統合なしの不等号は使えません。っていうことを言いたかったです。はい。あ、書けた。しかもこれだ。書けた。ってことは？あ、書きましたね。これ。なぜか書きましたね。なんか再現性がないんですけど。はい。こういう不等号はダメと。不等号はダメと。それが言いたかった。はい。で、目的関数はここですけども、それは、変数に関する線形関数、一次式であるという形のもので作られるっていうのが、線形計画問題です。で、一般的に書くと、こんな感じになるんですよ。で、これ式で書いてきて、もうこれ読めないかもしれませんけど、一応書きましたと。で、何かっていうと、ここでは、X1 から XN、だから変数が2つじゃなくても、たくさんあってもいいです。はい、ここで、じゃ N からとしましょう。X1 から XN。で、この目的関数、今これ、線形式、一次式なんですけども、その係数として C1、C2、点点点 CN っていうのを持ってきているというふうに思ってください。で、これは、この問題を作るときに与えられる、なんか、定数です。具体的な値です。さっき言うと、そのマイナス2とか、そういうマイナス2じゃなかったですかね。マイナス3とか、そういう具体的な値です。はい。で、制約の方はどうなっているかっていうと、2種類の制約が大抵あります。で、簡単な方から見ると、この下の方にあるもので、これはですね、非負制約と呼ばれます。後で出てくるかな。非負制約。で、大抵、その、線形計画問題と呼ぶものには、この変数に対して、この非負制約。変数が取る値は非負でありますようにというふうな制約をつけることが多いです。ので、まあ、ここでもそういうふうに書いています。で、一方でですね、この上の方にある、ここら辺、このややこしいんですけども、これでは、もっとなんか一般的な不等号を伴っている式で、これらは、まず、左辺が、変数に関する一次式になっていると。で、その係数は、なんか A11 とか、なんか、もう数字がたくさんついていてわかりませんけども、これは今、とにかく一次式になっていると。で、それが、大なりイコール、なんか値 B1 とか B2 とか、っていう形になっているということになっています。で、そう思うとですね、まあ、ここにはですね、M 個。書けなかった。M 個。まあ、不等式があるっていうふうな形になってます。また、その M っていう、その何個不等式があるのかってことも、この線形計画問題を書くときに決めるものになります。はい。で、まあ、ここに書けるものを線形計画問題、不等式標準形と呼んでます。はい。だから、まあ、一般的に、まあ、このよう、一般的で言うと、特にこのように書かれるものを、まあ、考えるってことが多いです。で、実はですね、先ほどの、問題は、この不等式標準形になってないです。なんでかっていうと、ここら辺のですね、不等号の向きが違うから。先ほどはですね、小なりイコールだったんですよ。ここですね。小なりイコール。でも、この不等式標準形においては、大なりイコールなんです。だから、この前の問題は、これは不等式標準形になってないんですけども、実はそれ書き換えられるんですね。で、どういうことかっていうと、例えば、上の式っていうのは、書けなかった。上の式っていうのは、両辺にマイナス1をかけることによって、マイナス x1 マイナス 2x2 が大なりイコールマイナス2。こういうふうに書き換えられるわけです。で、こう書き換えることによって、左が小さいよっていう不等号は、右の方が小さいですよっていう不等号に書き換えられます。で、そうすると、まあ、これ2つ目の方もこう書き換えられて、マイナス x1 は1、マイナス1以上。
こう書き換えられると。で、こう書き換えると、ここに書いてある、この例題は、不等式標準形として、まあ、書き換えられるので、まあ、不等式標準形を考えれば十分でしょうって、そういう形になるわけです。で、そう思って、まあ、不等式標準形を考えると、となります。ただですね、先ほどこの制約のところので出てくる、この関係、式は、イコールでもいいですよっていうふうに言いました。で、それがこう出てこないじゃないかって、イコール出てこないじゃないかっていうふうに言われるんですけども、まあ、それは後で考えます。で、まあ、それとは別に、等式標準形と呼ばれているものもあります。はい。で、等式標準形何かっていうと、先ほどあったここら辺の不等号が全部等号になっているものです。で、その場合には、このような線形結核問題のことを、等式標準形の線形結核問題と呼びます。でですね、まあ、これなんで、その、不等式標準形とか等式標準形というふうに言っているので、まあ、何が標準なんだというふうに、待ってくださいね。これは今、ズームは繋がってますか？なんか、ズームは落ちてるかな？ズームが。ミーティングコント。あれ？ちょっと待ってください。なんか何が共有されてるか分かんなくなってしまったので、もう一回。あれ？大丈夫かな？なんか、ちゃんと共有されてるかどうかが不安になってきました。オンラインの方、ちゃんと、共有見えてましたでしょうか？すいません。ちょっと、チャットで教えていただけるとありがたい。すいません。ちょっと、なんか、共有できてます。ありがとうございます。すいません。ちょっと、ダイレクトメッセージでいただいたものを今、公開しちゃいました。すいません。ですね。じゃあ、もう一回見まして、ちょっとコントロールがね、ここで、今、上の方で見えなくて、すいません。だから、そうか、これかな？これを今、全画面にしてください。あ、これでいいですか？こうすれば。はい、すいません。で、等式標準形は、この部分が、イコールになっているのを指すということになります。はい。でですね、今は、そのなんか式たくさん書いてあったんですけども、今後はあんまり欲しいからたくさん書きたくないので、ベクトルとか行列を導入して今の式を書くことが多いです。で、それをやります。で、X っていう変数があったんですけども、それを並べたベクトルを、まあ、ベクトル X と書きましょうと。で、制約のところにですね、A がたくさんあったんだけども、それは実は、まあ、この行列の成分を表したんだっていうふうに思って、その行列のことを A と書くことにします。で、制約の右辺にあった B がたくさんあったんですけども、それも一つのベクトル B とするとします。で、制約、M 個あったので、ここに現れているのは M 個の数値で、まあ、だからその、M 次元ベクトルという形になると思ってください。で、C は、目的関数の係数にあったものです。で、それはまあ N 個あったので、まあ、N 次元ベクトルになっていると思ってください。で、まあ、こういう、ベクトルと行列を用意してあげると、先ほどの、ちょっと待ってくださいね。これは本当はここにページがあるんですけども、うまく表示されないですね。じゃあ、これ、ここやります。先ほどのこの、等式標準形の場合、等式標準形の場合の、この、目的関数は C 点値 X と書けるということになります。いいですかね。C の成分が C1 から CN まであって、X の成分は X1 から XN まであるので、その内積がここに出てきているということですね。だから C 点値 X です。じゃあ、この制約の部分どうかっていうと、等式の部分はこんな感じになりますと。この左辺の部分は先ほどの行列 A っていうのを使うと、これ全部合わせると、これは AX になります。これはちょっとじっと見てもらうとわかると思うんですけど、AX になってます。で、右辺の方は、これ B ですね。B になっていると。で、これはその普通の、線形方程式の書き方と、まあ、同じであるというふうに思ってもらえばいいかなと思います。A は M×N 行列です。だから、で、X は N 次ベクトル。N 次元ベクトル。なので、ちゃんとこの積は定義されているという形になっています。で、これによって、この M 個の等式を一つの式で表しているという形になります。はい。で、最後の部分、ここにその、不等式があるんですけども、これも、一つの式で、こんな形で表すというベクトルが0以上ですよっていう形の書き方をしているんですけども、ベクトルの間の不等号は成分ごとに適用されるっていうふうに読んでください。つまり、X と Y っていうベクトルに対して、X が Y 以上。というふうに書いたら、それは各成分 XI と YI に対して代償関係が同じ方向にあるというふうに読むものだと思ってください。はい、いいでしょうか。と思って、まあ、この部分、まあ、皮膚制約と呼ばれるものはこういうふうに書かれるというふうに思ってください。いいでしょうか。で、これは等式標準形の方なんですけども、まあ、不等式標準形の場合はこの等号が不等号になってますので、ここの部分の書き方もそれに合わせて、AX、これ、なかった。
すいません。ちょっと戻ります。それはちょっと今、順番が悪かったんで。まず、等式標準形の線形結合問題はこう書かれます。何かというと、ミニマイズの後が C 点値 X で、制約は等式の方が AX イコール B と。で、X の各成分比符ですよっていうのは X 大なりイコール0と。こう書かれるという形で、まあ、こんな形で等式標準形の線形計画問題は表現していくという形になります。いいでしょうか。ちょっと、疲れてしまう。すみません。はい。で、同じように不等式標準形も、書かれます。つまり、不等式標準形の場合、この部分が不等号になるので、ここが不等号になる。という形で、不等式標準形も、まあ、行列とベクトルを使って書かれるということになります。はい。で、今後これを使っていくということになりますね。はい。で、じゃあ、定義のまとめですね。はい。この AX イコール B って書いてる方が等式標準形で、AX 大なりイコール B って書いてある方が不等式標準形です。で、これは、で、注意があって、本とか論文とか、人によっては違うものを等式標準形とか不等式標準形ということもあるので注意してください。で、まあ、この授業では、この2つのことを等式標準形、不等式標準形と呼ぶことにしますので、ちょっと皆さんがいろんなものを調べたり、文献に当たったりするときに、違うものを等式標準形とか不等式標準形と呼ぶことがあったりするので、それについては、まあ、適宜読み替えて考えるということを皆さんはしてください。すいませんが、それはよろしくお願いします。なんか最適化にはなんかいろんな流儀があって困るんですけども、まあ、私の中では、これを等式標準形、こちら右側を不等式標準形というふうに呼ぶというふうに、まあ、今回この半年間の授業では固定するので、その私の授業の中では混乱ないようになっていきたいと思います。はい。おっと、すいません。今、私が、これですね、マイクが。でですね、今ですね、この2つは、ね、標準形だっていうふうに言ったんですけども、ですね、他のものもですね、線形計画問題として扱いたいってことがあったりします。例えばですね、この左側のように、ミニマイズじゃなくてマキシマイズしたい、最大化したいっていう場合もあると思います。で、線形計画問題では、実はこれ最大化も可能であって、なんでかっていうと、例えばこの 2x1-3x2 っていうのを最大化するっていうのは、それはこの 2x1-3x2 の符号を変えたもの、つまりマイナス 2x1 プラス 3x2 を最小化するってことと同値だからです。で、これは線形、この関数が線形であるってことを非常にうまく使っていて、マイナスの符号をかけても、これ式はこれ一次式のままなんですね。ってことは非常に重要で、まあ、これによって最大化問題を解きたい場合には、このようにして最小化問題に変えてあげれば、その標準形の形になりますね、ということになるわけです。だから、皆さん、もしかしたら最大化問題を解きたいかもしれませんけども、その場合も、その対応する最小化問題を考えればいいということになって、まあ、最小化問題を考えることによって一般性が失われないということになります。はい。一方でですね、例えば、この左に書いてあるこれはですね、これ不等式標準形の、線形計画問題です。で、これ実はですね、この不等式標準形の線形計画問題は、等式標準形の線形計画問題に変えられます。で、どういうふうにするかっていうと、単純に、この不等号を等号にします。このように、等号にします。等号にします。で、そうすると、本来は左辺の方が右辺よりも大きい可能性があるわけです。大きい可能性があるので、これをイコールにするためには、左辺からいくらかの値を引いてあげる必要があります。正の値、0以上の値を引いてあげる必要があります。で、それを引いてあげると、イコールにできますよって形の式に書き換えてあげます。で、そうすると、この初めの不等式は、左側の不等式は、右側のような等式に書き換えられます。ただし、その時にこの S というような新しい変数が出てきていて、今言ったみたいに、この S は0以上じゃなくちゃいけないので、それも、この制約に含めてあげると。こういう形のことをすると、不等式標準形の線形計画問題が、等式標準形の不等式線、え、不等式標準形の問題に書き換え、あ、等式標準形の問題に書き換えられます、ということになります。で、注意しなくちゃいけないのは、これによって変数の数は増えます。この場合、この S っていう変数が増えます。ので、まあ、これ、書き換えられると言ってるんだけども、変数が増えることには、まあ、注意しなくちゃいけません。はい、いいでしょうか。で、このように増えた変数、特にこの場合は、この左辺と右辺の差を表すような変数、あるいはこの左辺がどれだけ右辺よりも余ってるかを表す変数
こういうもののことでスラック変数と言ったりします。スラックってのはその余りとかですね、余剰とか余分とかそういうものを表す英語ですけども、英語から来てますけども、まあ、それを表す変数という意味でスラック変数と呼んだりしています。はい。で、それを使えば、不等式制約が等式制約に変えられますということになります。はい。で、逆にですね、等式も不等式に変えられます。今ここに x1 プラス 2x2 イコール2っていう等式の制約があるんですけども、これは、この、両方向の不等号を使っていただければ、これによって、両方向ですね、左向き、右向きです。両方向の不等号を使っていただければ、この等式が表せるという形になります。で、そうすると、まあ、この上の方の不等式は、小なりイコールの形の不等式になっているんですけども、これ先ほど言ったように、両辺にマイナス1をかけてあげると、右の方が左以下である。という形に変えられますので、まあ、それによってこの右側に書かれている線形計画問題は不等式標準形にも書き換えられるということになります。まあ、つまり等式標準形の問題は不等式標準形の問題に書き換えられるということになるわけです。でただしこの場合もですね、等式が1個あったところが不等式2つに変わるので、まあ、注意をしてください。はい。終わんなくなっちゃった。はい。で、今言ったことは何かっていうと、その等式制約と不等式制約は互いに書き換えられますということを述べました。はい。あ、つまり、どんな線形計画問題も等式標準形で書けますし、どんな線形計画問題も不等式標準形で書けるということになるので、まあ、今後はこの標準形のいずれかを中心に考えていくということをしていきます。ということになります。はい。ここまでいいでしょうか。いいでしょうか。で、もう少しですね、線形計画問題に関する用語を導入するんですけども、ですね、許容解っていう考え方があります。これ何かっていうと、制約をすべて満たす変数の値のベクトルのことを許容解と言います。で、先ほどですね、最適解っていう言葉を言いました。で、最適解っていう言葉と許容解、あるいはこれ、実行可能解っていうふうに言うこともあるんですけども、この許容解と、最適解を厳密に区別するっていうのは割と重要です。つまりですね、その、我々、例えば、そのまあ、普通に方程式があったら、それを解いて得られるものを解と呼ぶと思うんですけども、その解という言葉がつくものの、ものが、最適化においては、許容解と最適解と二つあります。で、その二つは明確に区別するっていうことが重要です。で、許容解っていうのは何かっていうと、このですね、この制約がある。この制約を満たしてさえいれば、それは許容解と呼ばれます。はい、で、最適解のことをもう一度言うと、この制約を満たすものの中で、この目的関数の値を一番良くするもののことを最適解と言います。なので、その二つは厳密に区別してください。はい。英語ではフィージブルソリューションと言ったりします。はい。で、許容領域といったら、それは許容解全体の集合です。先ほどの例で言うと、このピンク色の領域ですね。これのことを許容領域と言います。で、この、言葉は今後よく使っていくと思います。はい。で、じゃあ今一度、最適解と最適値のことを、定義しましょうと。最適解っていうのは先ほど言ったみたいに、許容解の中で一番目的関数の値を小さくする。もののことです。で、その一番小さくするっていうのをちゃんと定義しているのが、ここの不等式です。で、これをちゃんと読んでみます。最適解とは、まずそれは許容解である必要があります。だからこの制約は満たしている必要があります。で、まあ、許容解 X スターで次を満たすもの。で、何かというと、人の許容解 X に対して、ここに書いてある不等式を満たすっていうふうにして定義しています。で、これ何かというと、この、値っていうのは、これ、シーテンチ X スター。これは何かというと、これ、トリも直さず、これ何かというと、X スターにおける目的関数値です。目的関数の値です。で、それと、その X、任意の境界の目的関数値を比べます。で、そうしたら、この X スターにおける目的関数値は、他の許容解の目的関数値よりも悪くないですよ、ということを言っています。悪いというのは大きいということですね。だから、どれと比べても、その
一番その小さいですよということをこの不等式を使って表しているということになります。ただその一番小さいっていうのはなんか割となんか直感的というか日常用語のような形がしますけども、この人間の丸々に対して何とかであるっていうふうにちゃんとその数学の言葉で言えるんだってことにまず注意をしてください。で、これが最適解の定義です。で、一方最適値というのは、この最適解における、おける目的関数値の、目的関数の値、つまりここで言うと C 点値 X スターのこと。これを最適値と言います。これはいいでしょうか？はい。で、一応ですね、まあ、いや、一応は言わないで、こういう定義になります。はい。で、まあ、一応ですね、線形計画問題を解くってことの、まあ、定義は、次回、第3回でちゃんとやるんですけども、まあ、気分としてはこんな感じです。何かというと、この、まあ、係数の行列やベクトルが与えられたときに、それらが定める線形計画問題、まあ、ここら辺ですね。ここら辺です。一つ求めること。場合によっては最適解がたくさんある場合があります。要するに、初めの方でその最大独立集合問題の時も言ったんですけども、たくさんある場合があります。だけども、一応最適解を一つ求めれば十分です。というのが、この最適化問題とか線形計画問題を解く時に要求されることです。皆さんなんか、すべての解とかすべての最適解を求めようとするんですけども、それ、ほぼ無理というか難しいので、まあ、一つ求めれば十分っていう立場で大体やってます。ので、まあ、そういうつもりで皆さんも、考えていただけるといいと思いますし、まあ、応用上ですね、全部見つけるってことも重要な場合があるかもしれませんけども、この授業においては、一つ求めることを目標にしてやっていきます。で、正確な定義は、第3回になります。はい。10分ぐらいしかなくて、全然終わる気がしないので。はい。で、あと、10分あって、整数計画問題の定義と変数が少ない場合を解くってことをやろうと思うんですけども、じゃあ、この整数計画問題の定義は、あと10分でできると思うのでやろうと思います。で、変数が少ない場合は、すいませんが、スライドを見ておいてください。で、見ていただければわかると思うので、まあ、見ていただいて、次回やろうかな。次回ちょっとやらないことにして、じゃあ、この変数が少ない場合は、後で補足動画で10分ぐらい喋っとくんで、それ、皆さん見ておいて、いただくって形にして、ちょっと、補足するという形にしたいと思います。では、今からちょっと10分ぐらいで、この線形、整数計画問題の方ですね。ちょっとこれの、定義をします。はい。で、先ほどの線形計画問題の場合には、変数、制約、目的関数点あるっていうことを話したんだけども、それと整数計画問題の構成要素は同じです。ただし、変数の取り得る値が先ほどの整数計画問題じゃなくて、先ほどの線形計画問題においては実数値だったんだけども、整数計画問題においては取り得る値が整数しか取れませんという形になります。で、それを明示するために、この制約の部分に取り得る値が整数ですよってことを明示することがあります。大抵明示します。で、こうなったらこれが整数計画問題です。違いはこれだけです。違いはこれだけです。で、ちなみにこの Z っていうのは整数全体を表す集合のことです。いいでしょうか。だから定義は簡単。解くのは難しい。そんな感じです。はい。これは定義です。で、まあ、先ほどと同じように、まあ、こう小さい例でやってみますね。ここに書かれている上の部分の式は先ほどの例で挙げた線形計画問題のものと同じです。ただ、その中で取り得る値、変数の取り得る値は整数でなければいけませんっていうものがくっついてます。で、そうなると何が変わるかっていうと、まず、まずこういうのを整数して言います。はい。そう、先ほどはこの中身が全部、まあ、許容領域、取り得る値の範囲だったんですけども、この整数性がつくことによって、この範囲の中の整数点、公式点のみしか、値として取ることが、できなくなります。でこんな感じでバラバラになるっていうところが整数計画問題の難しさです。根本的な難しさです。で、これはまあ後でちょっと追求していくことになりますけども、こういうふうにまあ次は書けます。で、また先ほどと同じようにですね、この目的関数の値をある値に定めて直線を書いてみるとこんな感じになります。で、そうすると、まあ、ここら辺ですね。この値の時が、この時だから目的関数はマイナス3の時に一番小さくなるなってことはわかります。ですかね。例えば、この、目的関数の値が0の時には、ちゃんとここで、その、許容領域と交わってますから、まあ、そのような、目的関数値が0になるような許容下で存在するとい
という感じになります。だけども、この0っていうのは最適値じゃなくて、実際はこのマイナス3っていうのは最適値になるという形になっているわけです。で、先ほどの線形計画問題の場合には、この0の場合と、0の場合とマイナス3の場合の間のところのこの直線、ここら辺も全部この許容領域と交わっていたんですけども、この生成計画問題の場合には、この許容領域がこの飛び飛びにしかないので、例えばこの0と、という目的関数値と、マイナス3という目的関数値、間の目的関数値を取るような、この直線と許容領域は交わっていません。ということで、許容解が取り得る目的関数値も飛び飛びになる。ので、これも注意してください。はい。という形で、ちょっとすいません。コントロールが。という形で、進まないな。これを、ちょっと待ってください。すいません。ちょっと、コントロールが。進みたいんですけど、これ進むのどうする？進みたいんですけど。こうですね。はい。という形になって、この場合は、最適値がマイナス3で、最適値が0、1になっている。という形になります。すいません。ちょっと操作がうまくいかなくて。はい。で、整数計画問題に対しては、線形計画問題のと同じように、等式標準形と不等式標準形というのを、同じように定義します。ただし、この、整数制約というのはついているというのが重要です。これはこの x これベクトルなので、ベクトルの全ての成分が整数であるということを表すために、x は z の n 乗っていう、その整数、n 次元整数空間ですかね、ちょっとわかんないですけども、まあ、その z の n 乗の要素であるという形で書いています。はい。で、これが、まあ、整数計画問題に対する等式標準形と不等式標準形だと思ってください。はい。という形で、許容解とか許容領域とか最適解とか最適領域の定義は、線形計画問題の時と同じように行われますので、まあ、その時の定義をもう一度見てもらって、それを整数計画問題に適用してください。で、先ほど言ったみたいに、この整数計画問題においては、許容領域が飛び飛びになるので、こんな感じで、例えばこの場合は、00、10、01というベクトルの集合、要素数3って感じになります。ので、まあ、そういうつもりで、許容領域というのは定まるんだというふうに思ってください。はい。ですね。で、整数計画問題を解くといったときには、これはまた先ほどの線形計画問題のときと同じように、最適解を一つ求めることであるというふうに思ってください。今は。で、正確な定義は、第4回のときに述べたいと思います。はい。で、そうか、これが重要なことで、これはやるんです。で、先ほど言ったみたいに、こう、線形計画問題があったら、それに対して、こう、整数制約をつけると、整数計画問題が得られる。という形になっていたということを言いました。で、重要なのは何かっていうと、初めに言った通り、整数計画問題っていうのは解きにくい問題です。実際、NP 困難な問題であることが知られています。で、一方で、線形計画問題っていうのは、多項式時間で解ける解きやすい問題だということが知られています。これ非常に重要なんですね。だから、皆さん、整数計画問題はこれ理算的な問題。飛び飛びになっている。で、それは難しい問題です。一方、線形計画問題っていうのは、許容領域としてべったりとしていて、どちらかというと連続的な問題です。で、それは簡単に解けるんです。で、この二つの問題の見た目上の違いは、整数制約があるかないかだけです。これがあるかないかで、問題の難しさが大きく異なるっていうことが非常に重要です。だから皆さんなんか手持ちの問題があって、この問題解けたからちょっと条件変えてみようとして、解こうと思ったら全然解けないってことはよくあると思うんですけども、そういうところはここら辺、この例を見ると、もうその数学的にもそういう場合があるんだってことがわかるわけです。で、これは非常に重要な教訓で、あるにも、あるという側面もあるんですが、もう一つ重要なのは何かっていうと、今言ったこと、ちょっと制約を変えただけで解きにくくなることがあるんですけども、実用上重要なのは何かっていうと、我々はですね、実は、この整数計画問題を解きたいんだけども、今後やってことは何かっていうと、整数計画問題を解くために、左側の線形計画問題を繰り返しておきます。で、左側は簡単なんです。アルゴリズム上。で、それを何度も何度も繰り返し解くことによって、この右側の整数制約がついただけの問題をうまく解けるようにしたいっていう手はずで今後進めていきます。という予告です。予告です。で、そうすると、じゃあこのどのように線形計画問題を使うんだって話になっていって、
次回に続くという形になってきますね。はい。で、ちょっとまあ時間がないので、この変数が少ない場合っていうのは補足動画をちょっと後で作りますので、それをちょっと見ておいてください。まあそんなに重要な内容ではありません。実際は。ですけども、まあ一応資料が作ったので、あと3、4ページの内容ですけども、ちょっと見ておいてください。はい。という形で、ちょっとすいませんね。最後までいきますと、最後まで、あ、これですね。まあ、そんな形で、線形計画問題と整数計画問題が定義されまして、そんな形で解いていくことになります。ということなので、まずその線形計画法のについて、まあ、復習というか理解をするということが、整数計画問題を解くことにおいても重要です。ので、その線形計画法の復習を、まあ、2、3回今後やっていこうかなというふうに思っています。というのが、この授業の流れになってきます。はい。ではですね、授業として